おはようございます、たかしです。本日は6月27日火�曜日、ただいま9時16分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初にお知らせです。ドル円とゴールドの相場分析をポストプライムという SNS で無料配信しています。ご興味があればポストプライムへの無料登録とチャンネルフォローをお願いします。詳細は概要欄にあります。またツイッターでの先出し配信を始めました。条件が揃えば勝率が高くなる根拠のある配信をしています。ツイッターのチェックもお忘れなくお願いします。それでは日足からやっていきましょう。昨日の日足といいますか、ここのところずっとなんですが、日足ほぼほぼ動きがありませんよね。一応高値更新はしてきているんですが、ここのところだいぶ上げ渋っているなと。今までのこういった上昇に比べて今は踊り場を迎える、つまり日足単位でこの辺りでのレンジになってくるのかどうかっていうところを見極めていく、そういう局面に入ってきてます。基本的には陽線連続、昨日は上髭下髭を伴いながらも一応陽線ではあるんですね。ほぼほぼ実態はありませんが、ですのでまだこのまま上昇が継続していく、この高値ですね、 50% というライン、184円ぐらいを目指してもう一度上昇する可能性はありますが、以前から言ってますように、この黄色ゾーンっていうのは月足での反発ポイントになってきますので、この辺りからの下落というところも考えておきたい。そしてストキャスティクスは高値圏、マックディはだんだん上昇モメンタムが減ってきてますので、ここからダラダラと下落していく可能性、もしくは急騰してからの下落になる可能性というところを考えておきたいですね。基本的には上昇トレンド中ですので、下がったところを買っていくのですが、ポイントは下がったところというそこですね。つまり現在地から下がってもいないのにそこから買っていくっていうのは、その下がったところを買うっていうルールに反しますので、そうじゃなく、しっかりと押しをつけてくれたところからの次の上昇っていうのを狙いましょうっていうのが押し目買いです。現在は高値圏で張り付いてますので、この場合は様子見ですね。一度押しを待ってからの次の上昇を狙うのが正しいやり方です。もちろん結果的にはこのままスルスルと上昇していく可能性もあるんですが、それは結果論であって、大きめの今調整がいつ入ってもおかしくないところにありますので、せめて1時間足単位では押しを待っていきたいところ。当然今までの日足の動きを見てますと、日足で押しをつけたのはこの辺りですよね。だから5月の頭ぐらいで一旦押しをつけたんですけれども、これでも結構浅めの押しだったと思うんですよ。ですので今回押しをつけても浅めの押しから上昇していく可能性はあるんですが、日足単位での上昇を考えるのであれば、しっかり日足単位での押しが入るのを待つ、買い足での押しっていうので日足単位の上昇を狙わない方がいいと思いますので、今日足は結構インジケーターは怪しくなってきているというところに注意が必要です。チャンネル登録してね。では4時間足です。4時間足はこのトレンドラインを引いてまして、今 GMMA の青帯も上向きなんですが、この上昇の値幅がだんだんと狭まってきてますよね。ここのところ、ここ、過去のこの強い上昇ですね。6月頭からの上昇っていうのは常に高値更新をしてきていたんですが、一旦下落して、そこから最近のこの上昇っていうのはかなり上値が重そうに見えます。ターゲットは184円ぐらいですけれども、そこまで到達せずに下落していく、一旦の下落っていうことも考えられますし、今このトレンドラインまでの距離がありますので、このトレンドラインぐらいまで下落していく、もしくはこの GMMA の青帯に深く突き刺さるぐらいのところまで下落していく可能性を考えておきたい。現在ですとこの紫のラインかオレンジの水平線ですね。紫の水平線が 181.2 付近、オレンジは180円付近になりますので、そのあたりまでの一旦の押しを待っておく、そこからの次の上昇っていうのをイメージしておくといいと思いますが、そこに押しをつけずにこのままダラダラと上昇していく、もしくは突然急騰して184円ぐらいを目指すような動きをしたのであれば、その動きは注意ですね。ですので先ほど言いましたように、押し目買いっていうのは一旦の押しを待って、そこからの次の上昇の流れに乗っていくっていうのであって、今ですとこの紫のラインがオレンジのラインぐらいまで 181.2 ぐらい、もしくは180円ぐらいまでの押しを待って、そこからの下げ止まってからの上昇の流れを見ておくのがいいですね。まずはその辺まで押しをつけるのを待つ。で、現在ですと逆張りのショートエントリーも狙うことも可能かもしれません。ただし5分足15分足ぐらいで見ておかないと、今までの動きを見てますとさほど大きな押しをつけずに上昇する可能性はありますので、ショートエントリーをする場合は逆張りだということを認識した上でやっていくのがいいですね。
では1時間足です。先ほど言っていたラインがこことここですね。1時間足の目線切り替えポイントの紫ライン 181.2 付近、そして4時間足の目線切り替えポイントのオレンジライン 180 円付近、このあたりっていうのは押し目買いが入りやすいところになりますので、そこまでの一旦の下落を今は待つ。もちろん現在だいぶ上値が重くなってきてますので、上昇したところで再びこの高値ですね、183円ぐらいのところで上げ渋るのであれば、そこからの下落の流れを見ておくのもいいと思いますし、少なくとも下落してきたからそこから追いかけようっていうのは危険ですので、もし下落してからその下落を追いかけるのであれば、少なくともこの1時間足の目線切り替えポイントを下抜けてからですね、 181.2 付近を明確に下抜けてから、次そこからの4時間足のこの目線切り替えポイントまでの下落、ただしここは必ずここからここまで、この紫のラインからオレンジのラインまで下落するというわけではありませんので、当然このあたりでは4時間足とか日足での押し目買いが入ってきます。ですので、それを理解した上でショートエントリーを仕掛けていかないと危険ですので、その辺はご注意ください。基本的には下がったところで下げ止まりを待って、次の押し目買いを見ておくのがいいと思いますので、まずは昨日の安値ですね、この辺も意識されてくると思いますので、 181.7 付近、そして 181.2 付近、そして180円付近というところでの下げ止まりを見ておくのが良さそうです。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは、初心者の方向けの丁寧なスキルアップ動画を毎週更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。また、初心者ではないけど安定して勝てないという方は、ポストプライムでのプライム会員をおすすめしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。7月からプライム会員価格を値上げしますので、少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。今登録すれば値上げ後も今の価格が維持されます。ぜひ無料期間を有効にご活用ください。詳細は概要欄にあります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。